重機を持って道路の瓦礫などを除去する道路警戒を任務とした部隊です。本日は浸水で孤立した地域に見立てた中州に渡河ボートを持って救出に向かいます。先ほど群馬県警察機動隊の救命ボートで救出された漂流者が上陸しました。上陸した場所に被災者を担架搬送するために待機しているのは日本赤十字社の防災ボランティアです。日赤の防災ボランティアは日頃から訓練や研修を積んで救護活動の知識と技術を有する一般の方々です。